この動画は、過去に当チャンネルでアップした該当ジャンル動画の総集編になります。常連の方、新しい動画だと思った方ごめんなさい。どうぞご了承の上お楽しみいただければ、幸いです。カエル。俺が中学生の時に体験した話。あれは確か中2の夏だったと思う。部活も入ってなかった俺は授業が終わったらすぐ帰る、いわゆる帰宅部ってやつだったんだが、その日いつものようにさっさと帰ろうと下駄箱を開けると、不思議なものが入ってたんだ。それは親指サイズの、カエルを模したキーホルダーで、女子が筆箱あたりにつけてそうな可愛い感じのやつだった。当然それは俺のものじゃない。誰かがこれを身につけていたという覚えもなく、なんでこれが自分の下駄箱の中に入ってたのか、いろんなことが謎だった。俺はそのカエルのキーホルダーを適当にポケットにしまい、その日はそのまま帰った。問題が起こったのは次の日だった。次の日の朝、俺がいつものように登校し下駄箱を開けると、そこには一通の手紙が入っていた。封筒はこれまた可愛らしくて桜の模様とかが描かれているピンクっぽい感じのものだった。俺はすぐに、これは俺にも春が来たかと舞い上がった。俺はとりあえずその場ではすぐに手紙を開けず、それもまたポケットにしまい教室へと向かった。その日はずっと手紙のことで頭がいっぱいだったのを覚えている。どんな子がくれたんだろうとか、もし付き合うとなったらデートはどこへ行こうとか。そんなことを考えていた。そうして1時間目、2時間目と時間は過ぎていき、昼休みの前の掃除の時間となった。俺は教室の担当だった。早くトイレとかに行ってこっそり手紙を読みたいと思ってた俺は、張り切って掃除をしていたわけ。だがそれが良くなかった。張り切りすぎて周りが見えてなかった俺は、一緒に掃除していた奴とぶつかって倒れてしまった。とりあえずぶつかった奴に謝りながら手紙が落ちてないかポケットを確認する俺。だが急いで確認したせいで、手紙がポケットから出てしまい床に落ちてしまった。なんだそれ。目ざとくそれを発見するクラスの連中。おいおいなんだよ、〇〇のくせに告白か？手紙見てやろうぜ。その時、突然手紙を見た奴の一人が吐き出した。給食を食べたばっかりで中身がまだちゃんと消化されずそのまま出てきたのをよく覚えている。教室は騒然となり、先生が騒ぎを聞きつけ駆けつける。俺はその時初めてその手紙を見た。そこには真ん中にでっかく気持ち悪い感じに描かれた男の子の絵があった。ただそれだけなら大したことはない。問題はその右下。そこには、ゴキブリの死骸を潰して押し花みたいにぺちゃんこにしたのが紙に貼り付けてあった。俺はすぐに先生に職員室に連れて行かれ詳しく事情を聞かれた。と言っても俺がその時知っていたのは、朝来たらあの手紙が下駄箱に入ってたことくらいなので、事件は迷宮入りとなった。でだ、それだけなら単なるちょっと気持ち悪いいたずら話ということになるだろう。だがそれだけでは終わらなかった。というのも俺の行く先々でこういう嫌がらせが続いたんだ。それは学校内だけでなく、通学の最中とか家の中までも及んだ。例えば俺の部屋は2階にあって窓の外にベランダがあるんだが、そこに腐った猫の死骸を投げ入れられるとか、カバンの中に生肉が詰め込まれているとか。当然俺はノイローゼになり、自然と外に出なくなっていった。そんなある日のことだ。俺はその日体調がものすごく悪く、ひどい熱を出して学校を休んだ。前日まではそんな調子ではなかったのだが、急にそういう風になったんだ。その日母親はパートで昼から夕方まで出かけていて、当然俺は家に一人残されることとなり、熱も出てあまり動けない俺は部屋でじっと横になってた。母親が外出して1時間ほど経った頃、ふと遠くから何か音が聞こえてきているのを感じた。最初は熱による耳鳴りかと思ったんだが、そうじゃない。なんというか、うおーと何かが叫ぶような、そんな音だった。それがだんだんとこちらに近づいてくる、
そこの時点で俺は恐怖の限界だった。だって、その声は明らかに尋常じゃないスピードで、しかもまっすぐこちらに向かってきているのが分かったからだ。どんどん声は大きくなり、最後には耳を塞いでいないと気が狂ってしまいそうなくらい大きくなった。しかし、そこでふと音が鳴り止んだ。あたりは急にシーンとなり、今度はその静寂がひどく恐ろしく感じられた。瞬間、耳元で声が響いた。そして俺は気絶した。親は帰ってきた時俺の顔があまりに真っ白なのと寝巻きが汗でびっしょりなのを見て、一瞬俺が死んだんじゃないかと思ったらしい。実際死にそうなくらい怖い目にはあったが、落ち着きを取り戻した俺が今までの顛末を母親に説明したところ、母親は知り合いのつてを頼って霊媒師ってのを呼ぶと言い出した。そうして二日後にその霊媒師が来たわけだが、そいつは俺の部屋の中に入るなり俺のタンスを開けてズボンを引っ張り出した。そしてそいつがそのズボンから取り出したものは、あの時下駄箱に入っていたカエルのキーホルダーだった。霊媒師曰く、そのキーホルダーには妙な呪いみたいなのがくっつけられているらしく、それによって俺が今までこんな怖い目に遭ってきたらしいとのこと。こちらでこれは処分するから君はもう安心していいと言われたとき、俺はついほっとして泣き出してしまった。でも一つだけわからなかったことがあった。それは、誰が俺の下駄箱にそのキーホルダーを入れたかってことだ。その話をすると、霊媒師は真面目な顔をしてこう言ってきた。おそらく私がこの呪いを解除したとき、この呪いをかけた者が今度は呪われるだろう。多分近いうちに、妙に不幸な出来事に見舞われることが多くなる奴がいれば、そいつがそうだ。それっきり俺に気味の悪いことは起こらなくなった。その代わり、俺と交代するように不幸になっていく奴が現れたんだ。それは、俺のクラスの中心グループの連中、全員だった。因果は続く。最初に書いておくが、この話にはオチもないし救いもない。なぜなら現在進行形の事実だから。俺には4歳上の兄がいるんだが、その兄と俺たち家族、そしてうちの家系の話。兄は昔から温厚でとても優しい性格だった。俺もそんな兄が大好きだったんだ。ところが、兄が高一の頃、突然夜中に金縛りに遭うだのうめき声が聞こえるだの、夢に落ち武者みたいなのが出てくるだのと言い出した。最初家族はみんな、はぁ？ってなもんで全然本気にしなかったんだが、そのうち体調を崩したので近所の医者に見てもらったんだ。そしたら盲腸炎ということですぐに手術することになった。兄の手術は無事終わり、一週間で退院できる見込みだったが、なぜか傷口が化膿してなかなか綺麗に塞がらない。入院が2週間に延び、3週間目が過ぎようとした頃、病院側からうちでは手に負えないと言われ、そのまま国立病院へ転院したんだ。そしてすぐに再手術。10時間にも及ぶ大手術だったらしい。腸の一部が壊死してしまっていて、兄は一度マジで命がやばかったそうだ。父は医者から、このまま意識が戻らなかったら諦めてくれとまで言われた。その頃母はといえば、やはり兄のことが心配でたまらなかったんだろう。近所にとある宗教の幹部がいたので、当時入信していたこともあり、その人に頼み込んで病気平癒のお祈りをしてもらった。ちなみに今は退会している。結局兄は無事助かって、1ヶ月の入院生活の後退院したわけだが、当時俺は、母からこんな話を聞かされた。兄のために祈ってくれた宗教の先生の話によると、父方の先祖に因縁のある武士の霊が兄貴に取り付いて苦しめていたんだと。こういうケースはままあることで、大抵家族の中で一番弱い人間に出る。うちの場合はたまたまそれが兄だった。
ちゃんと説得しておいたのでもう大丈夫とのこと。なんかありがちでできすぎた話と思ったが、兄の病気が治ったのも事実だったので俺は素直に納得したんだ。ところが、その頃から兄の性格が変わってしまった。優しくて温厚だった兄が、攻撃的で執念深く、いつも怒ってばかりいるようになった。それまでの優しい兄からは考えられない変化。とにかく俺は悲しかった。俺は兄によく難癖つけられてことあるごとにいじめられた。当時、兄は高校でひどいいじめを受けていて、ストレスの矛先が俺に向かっていたんだと思う。ちなみに兄をいじめた奴は大学に進学してからも、これと決めたターゲットを徹底して攻撃して、ついには中退に追い込んだ最低野郎だ。親と教師の協力で一応いじめが鎮静化した後も、兄の性格は戻らなかった。とにかく、その後の兄はついていない。高校を卒業した後、就職しても職場内の人間関係が原因で辞めてしまう。そんなことが何回か続いた。さらに、兄がとあるエセ宗教にハマったことがきっかけで、家族ともうまくいかなくなり、性格がますます攻撃的に歪んでいった。誰の言葉も聞き入れず、好意を好意と受け取らず、忠告は自分に対する攻撃と受け止めて、誰に対しても激しく非難するようになった。結局、半ば感動みたいな形で家を出て、アパートで一人暮らしを始めたんだが、何もかも思うようにいかず、引きこもり状態になっていったらしい。アパートの管理人から連絡を受け父が兄を迎えに行った。兄は半ばの色褪せ状態で、押し入れの中からなかなか出てこなかったそうだ。家に連れ帰ってからも、すぐに天井裏に逃げ込み降りてこようとしなかった。精神科の医者に診てもらうことも考えたが、兄は癌として了承しない。家族一同困り果てていた時、親戚がボランティアみたいな民間療法の先生を紹介してくれた。山奥の田舎で開業しているんだが、いわゆる医者ではない。だから適当な肩書きを表記しにくいので、ここでは民間療法の先生とさせてもらう。患者の話を聞き、マッサージや鍼灸、その辺のことはよく知らないんだが、まあそのようなことをして、その人に合った漢方薬を処方してくれるんだそうな。金はほんの謝礼程度しか受け取らないので、地元では結構評判だったらしい。そこに行ってから、兄の様子が少し落ち着いた。その頃になって母が、兄が大病した時に祈祷してもらった方の先生から聞かされた話を俺に詳しく教えてくれた。父方の先祖は昔、かなり大きな武家だったそうだ。だが何代前かは知らないが、大失態をやらかして、このままだと家断絶になりかねないという事態に陥ったらしい。その時先祖は何をしたかというと、家来の一人に因果を含めそいつに罪を全部引っかぶせて切腹させたんだ。自分の身代わりに切腹させる代わりに、その家来の幼い息子を取り立てて、成長したらちゃんと家を継がせて存続させてやるという条件で。だが先祖は約束を守らなかった。それどころか家来の幼い息子も妻も、一族みんな殺してしまい、その財産を全部自分のものにしてしまったんだと。ひどい話だよな。兄に取り付いたのはその家来の霊だったんだ。そいつが、許さない。絶対に許さない。憎い、憎い。こいつにも俺と同じ苦しみを味わわせてやる。腹を切らせてやる。そして殺してやる、と言っていたんだ。祈祷してくれた人が、もう2回も腹を切らせたのだから、これで勘弁してやりなさい、みたいなことを言ってとにかく説得してくれたのだとか。なんで今頃になってそんな話が出たのかというと、兄が見てもらった民間療法の先生が、診察中に言った言葉が原因だ。その先生は、兄の腹の手術の後に手を当てながら、この奥に固く凝り固まった小さな塊のようなものがあって、憎い、憎い、許さない、許さない、と、言い続けている。そのせいで、
人の優しさや温かさを心に伝え、また自分からも優しさを伝達するためのパイプが、細く細く狭まってほとんど感じられないようになってしまっている。過去に誰かにひどい仕打ちをされたのだろうが、いい加減それらを許してはどうか。と、兄に言ったんだ。驚いた兄は、それは先祖のたたりと関係があるんですか？と尋ねた。そしたらその先生は、私は拝み屋ではないので、たたりや幽霊といったことはわからない。だが人を許せるようにならないと、自分の心もいつまで経っても辛いままだ。と。そしたら兄は、先生を見据えてこう言ったんだ。された仕打ちは絶対に許すことができない。生きている限り、一生憎み続けてやる。ゾッとしたよ。これが因果というやつかと思った。同時に、この因果というものは人が人である限り、この世に人がいる限り、断ち切れないんだと感じた。この話を書いている今現在、状況は何一つ変わっていない。兄の攻撃的な性格は相変わらずだ。俺は兄とは距離をとっているので、特に会話することもない。兄も含め、うちの姓を継ぐはずの数少ない男はいずれも結婚しそうにない。俺もそうだ。緩やかに家が消えていくような感じだよ。先祖代々の墓の管理とかどうすんだとか思うけど、まあ、それも自然の流れだと思うことにしている。悪い家。俺の幼馴染である親友の話をしたいと思う。小4の頃にそいつ、以下H の親が2階建ての大きな家を建てた。建設業を営む H の父親が建てた立派な外観のその家は、当時団地住まいだった俺にとっては羨ましい限りだった。だが不思議なことに当の H は、雰囲気が暗いと言ってあまり嬉しそうではなかった。早速お邪魔してみると、確かに H が言うように、窓も大きく取られて日の光がたくさん入りそうな家なのに、室内はどの部屋も暗く、なぜだか湿っぽい感じがした。H の家族がその家に住み始めて1年経った頃、飼っているメスのシベリアンハスキーが子犬を9匹産んだ。だがそのうちの5匹は死産で、母犬も産後の日立ちが悪くすぐに死んでしまった。この頃から H 家の異変は始まったらしい。H 家は犬好きで、他にも柴犬とビーグルも飼っていたのだが、柴犬は何かに怯えているのか犬小屋から出ようとせず、室内犬のビーグルも、ある方向を睨みつけ吠えてばかりだった。それからしばらくして H の祖母、かっこ父方が同居し始めた時から H 家父母が不仲になり始めた。H の祖母はある宗教に入信しているらしく、毎日起床時と就寝前にお経を唱えているそうで、気味が悪いからやめさせろと母親が言ってきたのが原因らしい。もっともどんな言い方をしたのかまでは知らないが、俺も何回かこの家に泊まったことがあるのだが、確かにボソボソと聞こえてくる。それが気持ち悪かった。そんなある日のこと、H とその弟二人は2階にそれぞれ自室を持っているのだが、3人とも毎晩怖い夢を見る、と言ってきた。内容は皆同じで、祖母が白装束を着て暗い廊下で満面の笑みでよだれを垂らしながら踊り狂っている、というものらしい。なんとも薄気味の悪い夢、それが毎日だというからただごとではない。両親に訴えても取り合ってもらえず、そのまま自室で寝ていたらしいが、ある日の晩に H のすぐ下の弟の部屋から叫び声が聞こえてきたそうだ。弟の悲鳴だ。両親や H が駆けつけると、そこには夢の通りに白装束を着て踊り狂う祖母の姿があったそうだ。踊りながら糞尿を垂れ流し、父親の呼びかけにも答えずに踊り続ける祖母。夢に見たままの光景、それはまさに地獄のような光景だったそうだ。H の祖母はそのまま救急車で運ばれたそうだが、医師の診察では異常なしと言われたらしく、翌日には家に帰ってきた。だがそれ以降、明らかに目の焦点は合わず、家中や近所を徘徊する姿は、
まるで幽霊のようだったと H は言っていた。老人ホームに預ける話も出ていたらしいが、父親の反対に遭いそのまま住み続けていたようだ。この頃 H 自身もよく原因不明の怪我をしたり、すぐ下の弟も、幽霊屋敷に住んでる奴として近所の不良に襲われたりと、家族揃って散々な目に遭っている。また、父親の営む会社も経営が傾き始めたようで、家の中は相当ギスギスした空気になっていたそうだ。俺も H に、しばらく家には来るなと言われていた。そんな折、ある事件が起きた。H の祖母が首を吊ってしまった。それも祖母の自室ではなく、なぜか H の部屋で。しかも第一発見者は家人ではなく向かいの家の住人。近所は大変な騒ぎになった。祖母をいじめた両親のせいだとか、いやあの家は呪われているんだ、などと、近所ではそういった心ない噂が駆け巡っていた。H 家の地獄はまだまだ終わらなかった。祖母の初七日も過ぎない頃から、家の中では次々に恐ろしいことが起こった。朝方や深夜、誰もいないはずの祖母の部屋からお経が聞こえてくる。祖母が亡くなった H の部屋から刺繍が漂う。かっこその後開かずの間になった。祖母を迷惑がっていた H の母親の前にだけ祖母の霊が現れる。外で飼っていた柴犬が不自然な体勢で窒息し、H の一番下の弟が原因不明の発熱が原因で軽い言語障害に。そして H 家父母の仲はさらに悪化。人目をはばからず罵り合うまでになり、離婚も間近だったようだ。ここでとうとう H の父親は高名な霊能者に助けを求めたそうだ。もうはためを気にしている余裕などなかったのだろう。ところが、その頼みの綱であった霊能者は家を一目見るなり。これはひどい。土地に居つく怨念と、あなたのお母様の思念が合わさって、私ではとても払えない。気休めにしかならないがお札とおみきである程度抑えるしかない。と、言われてしまったそうだ。悪いことは言わない。ここから早く出て行った方がいい。お札の効力で、出て行った先にまでついてくることはないと思う。そういったことがあり、H 家は住み始めて2年も経たずに引っ越すことになってしまった。家族の幸せの象徴であるべき新築のマイホーム。手放さざるを得なかった H 家の悲しみはいかばかりだっただろう。その後、H の父親の会社は倒産こそ免れたものの大規模な業務縮小をせざるを得ず、それが決定打となって両親は離婚。母親もノイローゼのために育児ができず、H ら兄弟は母方の祖父母のもとへ。結局土地にまつわる因果などについては全くわからないままだったそうだ。もしくはその霊能者とやらが、あえて家族には伝えなかっただけなのかもしれないが。これが今月 H の母親が亡くなった時に、彼が俺に話してくれた一家離散の原因だった。父親はもう20年会っていないという。あの家が、あの土地が、彼の家族の人生を狂わせてしまったということになる。土地に居つく怨念というのは俺たちの目に見えるものではないが、俺たちが思っているよりも、ずっとずっと怖いものなのかもしれないな。ロケット花火。少し前にクラス会があって、話題になってしまった子供の頃の体験をまとめてみた。よかったら聞いて。私の実家は結構な田舎にある。徒歩2分くらいで海、くらい海の近くなんだけど、その海は底が急に深くなってたりして結構危ない。もちろん遊泳禁止区域。しかも電車で2駅くらい行けばちょっと有名な海水浴場があったりするから、海水浴とかしてる人はめったにいないかな。砂浜で波も穏やか、水もまあまあ綺麗だったんだけど、私は生まれた時からずっとここで暮らしてるから、そんな海でも大好きで。だけどあれが起きてから、私はちょっとだけ海が怖くなっちゃった。特に夜の海は苦手。怪談話とは違うかもしれないけど、ちょっと不思議で、とっても悲しい話。
それは私がまだ小学生の頃、学校が夏休みに入る少しだけ前の話。私はその日、友達と花火をする約束をしてた。その中に色が白くて小さい女の子がいた。彼女は家庭の事情ってやつかな。小さい私にはよくわかんなかったけど、おばあちゃんと二人暮らしだった。ひろこちゃんっていう名前だった。うちのママ、すごく優しくていいママなんだけど、ひろこちゃんと遊ぶって言うとさ、いつも少し嫌な顔をした。小さい頃は知らなかったけど彼女のお父さん、つまりおばあちゃんの息子さんはちょっと問題がある人だったみたい。知ったのは随分後だったけど。まあお決まりの、酒金女にだらしない人だったそう。私は知らなかったんだけど、夜中に急にやってきて暴れたりなんてのもご近所の間では噂になってて、ママとしては心配だったんだと、大人になった今では思うよ。そんなわけで、その日私はママに嘘をついて、友達みんなで花火をするよとしか言わずに花火に出かけた。ひろこちゃんも来るってこと、隠したの。午後8時過ぎ、海に着くとみんなの騒ぐ声が聞こえた。暗いから顔なんて見えないけど、シルエットと話し声であそこら辺にいるなってわかったから、私も砂浜に足を取られながらも駆けつけた。みんなは私が着くと待ちきれなかったのかすぐに花火を始めた。私は、ひろこちゃんまだなんだなって気づいたんだけど、そのうち来るかって気楽に考えてその輪に加わった。子供だけの花火って、とっても嬉しくてさ。なんかみんな変にテンション上がっちゃって、いつも以上に騒ぎまくってたのを覚えてる。はしゃぎまくってるうちに花火が残り少なくなって、あとはメインのロケット花火を残すだけになったんだけど、ひろこちゃんはまだ来てなかった。さすがにメインを先にやっちゃうのは悪い気がして、ひろこちゃんが来るまで待とうって言ったんだけど、みんなは、今日はもう彼女は来ないよって。確かに、結構遅い時間になってそうだったし、結局私も賛成してしまった。ロケット花火ってさ、別に綺麗でもなんでもないんだけど、なんか子供心にグッとくるものがあるよね。なんだかんだ言っても、私も早くロケット花火がしたくて仕方なかったんだと思う。いけないってわかってたんだけど、私たちは海に向かってロケット花火を打つことにしたのね。今は本当にそんなことしなければよかったって思ってる。あれがすごくいけないことだったってことも。ヒューンって音を立てながら、海に向かって一本の光の矢が進んで、それから消えてく。ヒューンって飛んでくロケット花火を目で追って海を見つめてるとね、真っ暗な海面に、何かが見えたんだ。その瞬間、誰も言葉を発しなくなったから、多分全員が気づいてたんだと思う。みんな横一列に並んだままでただ波の音が響いてた。そこにいたのは、ひろこちゃんだった。彼女は仰向けになって、波の動きに合わせてふわふわと浮いてた。おかしいんだよ。結構遠くて、しかも真っ暗だったのに、見えるわけなんてないの。そもそもそれが人であることすらわかるはずなんてない。でも、なんでか。まるで全員わかってるみたいだった。私たちの誰一人、そんな彼女を見ても叫び声一つあげなかった。誰も目をそらさない。ただひたすら、浮かんでる彼女を見てた。次の日、私たちは担任の先生に彼女が行方不明になったって聞いた。後で知ったんだけど一緒に花火をした全員が、昨日の花火に彼女が来ることを親に内緒にしてたんだって。私たちはあのことを他の誰かに話すこともなかったし、内輪で話題にすることもほぼなかった。すごく怖かったし、なぜか絶対に口にしちゃいけない雰囲気だった。そして彼女が見つかることがないまま夏休みになって、二学期が始まるともともとおとなしかった彼女がいないことを気にする人は誰もいなくなってた。ママたちの噂では、彼女のお父さんがどうかしちゃったんじゃないかってことになってるけど、本当のところはわからない。あの時花火に参加してて、
クラス会に参加してたのは私ともう一人だけだった。酔っ払ったその子が、泣きそうな声でつぶやいた言葉がとても印象的だった。自分で海に入って行ったんだよ。みんなが、帰れって言ったらさ。ひろこちゃん。自分で。今でも思い出す。波にゆらゆら揺れる彼女と、彼女を見つめるみんなの真剣な目。多分一生忘れられないと思う。半信半疑。6年前の話になりますが、私がある美容院に勤めていた時の話です。その店舗は明るい雰囲気で、霊などという言葉とはまるで無縁の場所でした。ただ、たまに自称霊感があるお客様から、ここは男性の霊がいる、受付のあたりから男性の話し声がしている、と指摘されることがありました。スタッフはあまり気に留めていなかったのですが、たまたまチェーン店の一つでお化け騒ぎがあり、ついでだからということで、心霊駆除で有名だとかいう僧侶を呼んで、お祓いをしてもらうことになりました。はっきり言って私には、オーナーもバカバカしいことを信じるんだなぁという気持ちしかありませんでしたが。実際、当日現れた方は、首から太い数珠をぶら下げ、履物を上げたという、まるでオダム同士のような風体の体のやたら大きな僧侶。その格好からして、もしかしたら仏教僧というわけではなく、巷の拝み屋さんの類なのかもしれませんが。美容室本部のスタッフも二人付き添ってきて、大層大げさな気がしました。本部のスタッフ曰く、霊のお化け騒ぎのあった店舗には霊はいなかったとのこと。地鎮祭的なことだけしてきて、電気配線が接触不良なのを直してきたそう。どうやら、電気がついたり消えたりするのを怖がった若いスタッフが言い出した噂だったようで、なんともお粗末な結果でした。さて、私たちのお店はというと、その僧侶はしばらく店内を歩き回っていたのですが、このお店は全ての窓がはめ殺しで、開かないことが不純なものを溜め込む結果となっている。などと話し、受付の前に塩、米、酒、かっこ水かも、を並べました。なお、どうも受付が怪しいという話は、僧侶にはもちろん本部スタッフにも言っていません。客が入る前の30分ほど、私たちスタッフ、本部スタッフもお祓いをしてもらい、特に私たち、店舗のスタッフ6人は杓子のようなもので体をバンバン叩かれました。読経の後、僧侶は私たちにこう言いました。かなり強い悪霊がいます。今、この塩や酒に霊を封じ込めましたから、午前中のうちに川に流すか、神社の裏に誰にも見られないようにこっそり埋めてきてください。ただし、埋めたり流したりした後、店に戻るまでは絶対振り向かないでください。誰かに呼ばれた気がしても絶対振り向いてはダメです。車で行くのもやめてください。これから店舗のドアは開けっぱなしにすること。そう念を押し、僧侶は帰りました。私たちの素人考えでも突っ込みどころ満載の呪霊劇でした。その時もまだ私たちは、僧侶の声がバカでかかったことや大げさな話に大笑いで、話半分に聞いていました。そしてそれが、その後の間違いにつながったのです。結局次の日の午前中、店長である私とサブトレーナーで、神社に埋めるのはあまりに怪しいということで、近所の川にお供え物を捨てに行くことになりました。実はお祓い当日、サブトレーナーは店を休んでいたのですが、上でも話した通り、まだ私たちは霊だとか呪いだとかを深く考えていませんでした。サブトレーナーと私は仲が良かったので、開店前のありふれた雑務や掃除から解放され、お散歩気分で川まで15分ほどの道を歩くのはむしろ楽しそうに感じられたほどです。川について、私がお供え物を捨てようとするとサブトレーナーが、店長、水の入っている瓶って、そのまま捨てちゃダメですよね。中身だけ捨てましょう。と言い出し、それもそうだと思った私たちは、水の入っていた瓶、米や塩の入っていた袋は持ち帰ることにしました。
そして帰り道、しばらく歩くとサブトレーナーがふと立ち止まり、あれ？誰か呼びました？と、聞くのです。私が、またまた、と笑うと、そうですよねー、と、笑顔で答えました。その時、目についた青いゴミ捨て用のコンテナに、これ、やっぱり持って帰るのは気持ち悪いからあそこに捨てていきます。と言って、私の手から袋と瓶を取り上げるとコンテナに向かって走っていきました。その時、コンテナが進行方向より少し後ろ、つまり、行き過ぎた後に戻る状態で、振り向いた、と、言えなくもない場所だったのが気になったのですが、何度も言うように、元から今回の話を舐めてかかっていたので、それほど真剣には考えませんでした。お店に戻って10分ほどした頃でしょうか。サブトレーナーが、なんだか気持ちが悪いので横になっていていいですか？予約が入ったら起きますから。と言った時も、霊現象イコールサブトレーナーの体調が悪くなったこととつなげて考えず、スタッフルームで横になってもらいました。中には気持ち悪がる子もいましたが、はっきり言って仕事ができるタイプのスタッフたちは、サブトレーナーの調子が悪いと忙しくなるなぁ、くらいにしか思っていなかったと思います。ここでサブトレーナーについて軽く説明させていただくと、年齢21歳、真面目で裏表がなく、スポーツ推薦で高校にも進んだ健康有料児、今まで病気らしい病気はしたことがなく、ここ1年も遅刻病欠は皆無という子です。ですから、朝から4時まで寝続けて、やっぱりどうしても無理そうなので帰っていいですか？と、彼女が言い出した時は、誰も彼もがちょっとおかしいぞと思い始めていました。次の日の朝、サブトレーナーは出勤してきませんでした。電話はしましたが繋がりません。無断欠勤などしたことがないサブトレーナーでしたので、よほどのことだろうと思い、その日はサブトレーナーなしで仕事をしました。夜にも電話をしてみたのですが、携帯も自宅も繋がらず、その次の日になって初めて自宅の電話が繋がりました。彼女が言うには、帰宅した後も一向に体調は回復せず、夜中にどんぶりに何杯もというくらいの血を吐き、救急車で市民病院に運ばれたそうです。しかし、市民病院では原因がわからず国立病院に移送され、そこで大動脈瘤破裂と診断されたそう。私には知識がないので詳しいことはわかりませんが、動脈の血管が詰まってコブのようになり、血管が切れる病気だそうです。また切れる場所によっては吐血を伴うこともあるそうで。病院の医師曰く、若い女の子がかかるなんてものすごく珍しい、40代以上の男性がかかる病気、なのだということでした。彼女は1ヶ月の入院をして、胸元を大きく切開する手術を受けました。退院後は、大事をとって2ヶ月ほど仕事を休むことにして、電話では明るい声で、毎日カラオケとか行って遊んでいるんです。なんて言っていて、回復も順調に感じられました。それなのに、手術後1ヶ月以上過ぎて、毎日遊んでばかりで退屈、と、サブトレーナーはお店に遊びに来た途端、またもや体調がその場でおかしくなり、救急車で運ばれて緊急入院することに。今度は脾臓という場所が悪くなっていて、摘出することになったそうです。その後、サブトレーナーの母親からお店に電話があり、本人が直接お礼と挨拶に伺いたいのだけれど、もう怖くて店にも行けないし、その店舗のスタッフに会うのも怖いので、お見舞いも遠慮してください。ということで、それきり彼女に会うことはできませんでした。ただ、風の頼りに、彼女は今は元気で結婚もなさったとのこと。私には直接霊が見えたとか声が聞こえたわけではないので、怖いというより、未だに不思議な出来事に思えます。一度目の入院で病院にお見舞いに行った時、すっかり痩せてしまったサブトレーナーが、店長、迷惑かけてすみません。でも、お供えを川に捨てに行った時、本当に、男の人が呼んだんですよ。と言ったのが、未だに思い出されます。
私は未だに霊の存在には半信半疑なのですが、これは実話です。長い文章を読んでいただいてありがとうございました。忘れないもの。さっき神社から帰ってきたところです。実はまだ現在進行形で取り憑かれているらしいんです。明日もまた神社に行かなければならない。一応巫女さんにインターネットでこの話してもいいか尋ねたら、場所を特定されないようにしてくださるなら大丈夫ですよとのこと。場所特定されたら興味のある人たちが行くことで波長が合いやすく、第2第3の被害が出るかもしれないとのこと。と言っても、今のところ私自身何の問題もないんだけどね。まず私の仕事が、いわゆる万引き G メンなんです。G メンって言ってももうアラサーのおばちゃんなわけだけど。昨日起こった出来事です。朝派遣先の店舗に出勤。そのスーパーは今まで何度も警備しています。スーパーといっても小さい食品スーパーじゃなくて、3階建てとかの衣料品やおもちゃ売り場等もある大型スーパー。大型店舗ですと2人体制で警備に当たります。1人は警備室でたくさんの監視カメラを視点を切り替えながら全ての角度でチェック。360度チェックできる高性能なカメラでも、どうしてもチェックしきれない死角が存在しますので、大型店舗ですと巡回と警備室の2人が必要になります。そして今回私は売り場巡回。余談ですが8時間歩き回るのはしんどい。昨日の15時頃の話。その時間は学生の万引きが多いので3回売り場を巡回していました。心なしかいつもより中学生が多いなと思っていたら入試だったようで。その中で一人だけ、どうもおかしい動きの女の子がいました。彼女はぬいぐるみを手に取り座り込んでいる。たまに顔を上げて周りを見ているのと、手元のバッグのファスナーが開いていたので、ああ、これはやるなと思っていました。私たちは絶対に相手に顔を見られてはいけません。もし目が合ってしまうことがあったなら、すぐさまその店舗から退出してしばらく顔を出せない決まりになっています。なので、怪しい人物を見かけると、絶対に目を合わせないように、相手に顔を見られないように陳列棚の隙間から相手の手元と商品だけ監視するわけです。長い一つに結んだ髪の毛、ピンク色のスカート、オフホワイトのニットの女の子。私は彼女の背中側に陳列棚を挟んで同じような格好で座りました。私の目の前には消しゴムやシャーペン等がたくさんぶら下がっています。その商品をブラインド代わりにして相手の背後から監視していました。その時、その子が急に立ち上がりました。手に持っていたぬいぐるみは戻された様子がないので、まだ手に持っているか立ち上がった瞬間にバッグに入れたか。でも私たちは決して慌てて一緒に立ち上がったり後をつけたりしてはいけません。そして、バッグに入れた瞬間を見ていないと捕捉できない決まりになっています。誤認逮捕を防ぐためです。私がそれまで彼女の手元を見ていた場所からは、その時は彼女の足しか見えません。ですので少し上の商品をそっとずらし、監視するための新たな隙間を作りました。するとその隙間、陳列棚の向こう側から、張り付くようにこっちを覗き込む彼女がいました。顔を横向きにして、死んだ魚のような濁った目。相当パニックになったのだと思います。私は後ろに尻餅をついてしまいました。すぐにその場を離れて、連絡用 PHS で警備室にいる先輩に連絡。以下 S さんとします。その時から異常な頭痛。驚きすぎて血圧が一気に上がったからか、頭がガンガンしていました。見られました。目が合っちゃいましたと言うと、とりあえずすぐ警備室に戻ってこいとのこと。はぁはぁ言いながら警備室に行ってからのやりとりです。すいません。どこで？3階〇〇コーナーです。すぐさまカメラをチェックする私たち。でもそこにはそれらしい人物はいません。頭髪年齢服装身長。黒髪ポニーテール肩より下、15、6歳、B
ピンクのスカート、白のニット、上白のスニーカー、茶色の大きめバッグ、身長155前後。うん。なんだか考え込んでいる様子でした。見られたってどんな風に？ S さんは一通り話を聞いた後、携帯から社長に連絡をしました。すいません、書き込んでいる途中ですが、ちょっとまた頭痛がひどい。自室から家族のいる1階のリビングに避難しますので、少々お待ちください。続き。S さんは電話で、どうやらその女の子について話をしているようでした。電話を切った後 S さんは私に、社長が迎えに来るから、と。やらかした感でいっぱいだった私ですが、通常顔バレ程度で社長が駆けつけるか？と疑問だったのですが、この後の S さんの話で一気に私の状況がわかりました。社長が着くまでに事情説明しとけって言われたから説明しとくよ。急に神社言われてもなぁ。はぁ、ありがとうございます。神社？そう神社。ちょっと待って、一応録画確認しとくわ。そう言って、該当する場所の録画をストップして巻き戻して再生してみました。再生されたビデオに私が映っています。ですがそのコーナーにいたはずの女の子はいません。時間は間違いなくその時間で、その後後ろにひっくり返って逃げ帰る私も映っていた。あれ？なんで？いや私ちゃんと見てますよ。本当に。わかる。でもなぁ、ちょっとこんなこと正直信じられないんだけどね。今まで二人、同じ子を見てるんだよね。私はその時はちょっと何を言ってるのかわからなかったんですけど、漠然と何か変な気がしてた。君が見た子、実際には存在しない。なんて説明したらいいのか、幽霊って言えばいいのか。え？冗談ですよね。全身鳥肌が立った。冗談ならいいけどね、それはいいんだよ。ただ今まで見たっていう人たち、君が家に来るだいぶ前の人たち、亡くなってるんだ。え？ちょっと落ち着いて。一人目の人も同じ子を同じ場所で同じ時間に見てる。その時も君と同じように絶対見たって言ってた。でも実際にはカメラには映ってないしね。何かの見間違いか疲れてたのかみたいな曖昧に終わっちゃったんだけど、翌日から出勤しなくなってね。電話してもしても繋がらない。一週間くらいして社長がアパートに行ったんだよ。そしたらリビングで倒れててね。薬大量に飲んで、自殺してた。それでいっぱいメモがあってさ、メモに、見た、見られてる、見た、見られてるって、書き殴ったのがいっぱい落ちてた。そんな話を聞いても、今まで全く心霊とは縁のなかった私だけに、なぜかなんとなく私は大丈夫、みたいな気持ちがありました。でももしかしたら死んじゃうのかな、とも。まさかそんな非現実的な。二人目はね、それから一年くらいしてから、やっぱり同じ子、同じ服装、同じ場所同じ時間。その時は社長が警備室にいたらしいわ。同じ状況で二人とも見られたって戻ってきてるから、社長もその時はちょっとこれはおかしいと感じてたんだろうね。そのままその人は帰らせて、警備室でビデオをチェックしてたんだって。その付近の時間帯のビデオを全部チェックしてもそんな子はどこにも映ってない。閉店間際、その二人目の人から社長に電話があって、見られてます、見られてます、って言って錯乱してる風だったので自宅に様子見に行ったんだって。自宅に行くと、ご家族が困っていたみたい。部屋にこもってどんどん床や壁を叩いて、鍵も閉めてるしおかしい、何かありましたか？と。お茶をすする S さん。一方私は喉カラカラ。それでその方は？うん、社長は顔が広いからね。あの人も超常現象だとかそういう類のことは一切信用しないけど、二度目だからね。知り合いの神主さんに電話したんだって。事情説明すると、その神主さんも見てみないとわからないが、
あまりいい空気が伝わらない。連れてこれるならすぐに連れてこいとのことで。でも急に悪いものが取り付いてるから神社でお祓いしましょうって家族に言ったって信じないよ。社長ですら半信半疑だったもんだから。とりあえず飯連れて行きますと言って連れ出した。二人目の方は社長と一緒にその神社へ行ったそうです。神主さん曰く、自爆霊にいろんな悪いものがついてる。いわば本体の霊がマンションみたいになっている。とのことでした。何それ怖い。一日や二日では払えない。払いきれない。本体が周りの霊を呼び寄せるのか、払ったそばから集まってくる。しかし神社内には入りきれないようなので、可能な限り払いましょうと言ってお払いをするも、結局は本体を払えずにそのまま帰宅。何かのお札みたいなものをもらって帰ったそうです。その人もそんな努力も虚しく翌日遺体で発見されました。もらったお札は玄関の靴箱の上に置いてたようです。その方は自室で首吊り。ご家族への説明がすごく大変だったそうです。それがあって今回私で3回目なのだと。そこまで聞いたところで、警備室に社長が到着しました。社長はすでにその神主さんに連絡済みで、すぐに車に乗るように言われましたので乗車。その店舗から30分ほど走らせたところにその神社がありまして、神社の名前は伏せさせてもらいますね。その神社に着くと、すでに鳥居のところに神主さんと二人の巫女さんがいらっしゃいました。神主さんたちは私を見たとき困ったように苦笑いされて一言。これはこれは、大勢でいらっしゃって。二人だけなんだけどな。社長と神主さんが話しながら歩き出しました。先頭に社長、神主さん。二番目に私と巫女さん。最後尾にもう一人の巫女さん。こういう形で歩いていたのには訳があったそうで、後から聞いた話では、最後に私が歩いていると、どんどん増えていく、とのことでした。最後に神事に仕える巫女さんを入れることで余計なものがついてこないとか。神社に入るとそこにはたくさんのお供え物とろうそくが、よく神社で見かける白いバサーバサーってするものや鈴とかいろいろ。そのバサーバサーってするやつで頭から背中から、埃を払うようにされまして、その間神主様が何かを歌うように、お経じゃないよね多分、途中聞き取れたのは、払いたまえ清めたまえ、あとは何言ってるのかわからなかった。30分ほどで手をパーンパーンとしておしまいでした。以下神主様との会話です。見たところ本体はおりません。代わりに最初拝見した時には2、30体お連れになっていました。前回、その時も本体とは会えずにいました。おそらくその土地のものなのでしょう。見てしまった方たちに、本体の周りにいた余計なものたちが一斉に乗り移った形です。前回の方は残念なことでした。札を必ず身につけておくように言ってあったのですが、魔が差したのでしょうな。私はどうしたらいいのですか？特に何かおかしいとか。いや、最初にちょっと怖いものを見ましたけど、それ以降何かあるとかはないのですが。そうでしょうな。今回簡単に払いましたが、さほど特別なことはしていません。お尋ねしますが、今まで生死に関わるような事故やご病気は？ああ、はい。今まで3回死にかけたことがありました。一度目は左腕がちぎれかけ、二度目は車にはねられ頭蓋骨陥没骨折、三度目は尼崎、福知山線の電車事故でした。かっここれは身体的には無傷。なるほど。今回このようなことを引き起こした当の本体ですがね、正直私どもも関わりたくないくらいです。そうそうこのようなものとは波長が合ってしまうようなことはないのですが、なんであなたの会社の人たちばかり被害に遭うのか謎です。普通の人間ならば、そう、先のお二人のように発狂してしまうでしょうね。感謝してください。あなたが今まで無事なのは相当に強い守護霊があなたについている。助
くさんの悪いものを寄せつけても何事もなかったのは何もできなかったからでしょうね。この時守護霊様と聞いて一つ思い出したことが、曽祖父の代で落ちぶれてしまったのですが、我が家はもともとは、地域では多少名の知れたお医者様の家系で、たくさんの方を無償で助けた方がご先祖にいらっしゃると聞いたことがあります。もしかしたらそれが何か関係あるのかな？などと思ったり。今日はお札をお渡しします。一晩肌身離さずお持ちいただくよう。寝る時もです。そうそうおかしなことは起こらないでしょうが、明日の朝もう一度ここへ来てください。お札も持ってきてくださいね。もし私が前の人のように何らかの形でお札を手元から離してしまった時は、どうなりますか？まあ特に何か悪いことが起きるということもないでしょう。多少何らかの、不快な何かがあるかもしれませんが、なるべく肌身離さず持っていてください。あと、二度とそのお店へは行かないように、その付近に近づくのもやめておいた方が良いでしょう。それはあなたを決して忘れません。決して。あなたの守護霊が相当強い力を持っていても、まともに退治すれば負けてしまうかもしれない。その後社長に家まで送っていただき、こうして書き込んでいる次第です。ちょっとおかしなところがあるかもしれませんが、記憶が曖昧な部分もありますのでご容赦ください。先ほど自室にてまとめている際、急に足元からドライアイスのような冷気が近づいてきて、全身鳥肌が立ったんです。そしてまたあのひどい頭痛。こめかみからドクドクと脈打つような頭痛がしましたので、子供たちのいるリビングに避難しました。夫に事情を説明して、今夜何かおかしなことがあったらどうにかしてねとお願いしました。明日の朝はご先祖様のお墓に寄ってもらってから神社へ行こうと思っています。気になっているのは神主さんのあの言葉。ずっと忘れない。疲れるとはそういうものなのでしょうか。今回怖い思いもしましたが、私に守護霊様がついているとはつゆ知らず、ありがたい発見でした。前述の通り、今まで大なり小なり災難はありましたが、九死に一生を得たのは本当に守護霊様のおかげかもしれません。明日の朝神社に行って、その後お知らせして今回の書き込みはおしまいにするつもりです。では今日は休んで明日に備えようと思います。長々と読んでくださりありがとうございました。以降、投稿者さんの書き込みは確認できませんでした。最後の謝罪。自分の叔父にあたる人が数年前に亡くなった。その理由ってのが、ギャンブルで借金作りまくって、最終的には近所の山で首を吊っちゃった。おじさん、首を吊る瞬間に奥さんに電話したらしくて、奥さんがその電話に出たらすごい苦しそうな声で言ってたらしい。ごーなさい。ごーなさい。多分、ごめんなさいって言ってたんだろうけども。その葬式の時なんだけど、都会じゃどうかわからないけど、こっちでは近所の和尚さんが家に来て拝んでくれるのね。で、親戚一同、会社の方、近所の方などが集まってきて、和尚さんも到着したので遺体のある広間で拝み始めたわけ。そしたら、拝み始めて数分もしない頃に、誰かの携帯が鳴ったんだよ。誰のだろうと思ったら、棺桶のそばに置いてたおじさんの携帯から音が鳴っている。放っておくわけにもいかないので、奥さんが携帯を確認しようとしたとき。ごーなさい。ごーなさい。奥さんがおじさんの死に際に聞いたという言葉が、ありえないくらいの音量で広間に響き渡ったんだ。っていうかそこに私もいて、確かにその声は聞こえた。その後、うちの父が携帯を確認したんだけど、その時間に着信もなければ留守電も入っていなかったって。運動会？
昔、母ちゃんと車で出かけた時に、今日はどこかで運動会でもやってるのかねえ、なんて唐突に話しかけてきたんよ。俺は、何言ってんだって思いつつ適当に、どうだろうねえなんて答えてたんだ。その日の夜は親戚が集まってばあちゃんの家でワイワイやってたんだけど、母ちゃんが、今日ここに来る時に、わーって大勢の人が騒いでる声を聞いたんだけど、どこかで運動会でもあったのかね、なんてみんなに聞いたんだ。つっても今は夏休みだし、運動会をやるような場所は近くに小学校があるくらいで、もちろんそこで運動会もやってない。というか俺が通ってる学校だったから何か行事があれば親も知ってるはず。母ちゃんは相当気になってるのか。おかしいねえ。おかしいねえ。って繰り返すもんだから、詳しく話を聞いてみたんだ。母ちゃんが言うには、ばあちゃん家に向かってる途中、少し小高い丘になってるところの横を通った時に、大勢の人が、わーって騒いでる声が聞こえて、その日は人が集まるような行事があるなんて聞いてないし、声もただならない感じの叫び声だったから、ずっとおかしいと思ってたらしい。親戚の人たちも行事があるなんて心当たりもなかったから首をひねってたら、普段無口なばあちゃんがぽつりぽつり語り出した。昔あの辺に汽車が通っちょってね。そん頃にそがーし人が乗って走った時があったんよ。もう人もいっぱいで窓から乗り出したり、いろんなところに捕まったんまま乗っちょったから、坂道ん時に汽車が登れんをなってね。途中で逆に降り始めて、そん時人が騒いで飛び降りたり押されて落ちたりして、人が何人かけ死んだのよ。ばあちゃんが言うには、戦前母ちゃんが声を聞いた場所のあたりで、汽車が乗客の重さに耐えられなくて山を逆走。その時パニックになった乗客の何人かが落ちて亡くなったらしい。母ちゃんが聞いたのは、多分その時パニックになった乗客の声だろうってさ。これ見てる人もうすうすわかってると思うけど、その日はお盆だったからさ。ばあちゃんはそれ以上何も言わなかったし、そこにいた親戚もちょっと引いちゃって、その日はお開きになったんだ。親はみんな家に帰って、俺はいとこたちと次の日みんなで遊ぶ予定だったからばあちゃん家に泊まったんだ。そんで布団に入って少ししたら、ドン、ドンって、玄関に何かぶつかる音がして、俺は、なんだろう、誰か忘れ物でもしたのかなって思って、玄関に向かおうとしたらばあちゃんが、イノシシが来たねえ。噛まれたら危ないから絶対に出たらいかんよ。そのうちどこか行くから、出たらいかんよ。って、見に行くのも止められてさ。次の日起きてから見に行ったら、すすみたいな黒いものが手形みたいに玄関にたくさんついてた。イノシシが鼻とか前足で押して砂がついただけなんだろうって思うようにしたけど。それ、母ちゃんが帰る時に通った玄関にだけしかついてなくて、他の場所には一切ついてなかった。ばあちゃんはもういないし、今となっては本当なのかどうかわからないんだけど、あの時外に出てたら何が起こってたんだろうって、今でもゾッとする。ちなみに場所は、鹿児島の隼人町ってところ。もう引けない。友達と遊んだ時の話なんだけど、しばらく会ってなかった友達と久しぶりに飯でも行こうとなって、居酒屋で待ち合わせした。俺は仕事で少し遅れそうだとメールすると、先に飲んでると返信が来た。約束の時間から30分くらい遅れて店に入り、店員に待ち合わせと伝えると、仕切りのあるボックス席の方へ案内された。あいつはどこかなとキョロキョロすると、手前の席は頭が2つ見える。違うなと思って奥へ行ったら後ろから、ここだよ、と、声をかけられた。振り返ると、さっき頭が2つ見えた席で友達が俺を呼んでた。不思議に思いながら、悪い悪いと席に入ると、やはり友達1人しかいない。見間違えたかと気にせず飲み始めた。しばらく飲んでると友達が、こないだナンパしてさ、と話し出した。ちょっと変わってる子なんだけど、
今度お前も一緒に遊ぼうぜ。と誘ってきた。俺は彼女いたし、とか言ってお茶を濁してると、友達がちょっと小便ってトイレに立った。一人でたまには遊ぼうかなとか、せっかく誘ってくれてるから行こうかなとか考えてると。ダメだよ。後ろから急に聞こえた。と思い振り向くと、後ろの席で女の子三人組が楽しそうに話をしている。なんだ、偶然聞こえただけかと思い、また遊びに行こうかなと思った瞬間。行くなよ。今度は横から聞こえた。横には若い男4人組がゲラゲラと大声で笑いながら騒いでいる。タイミングが良すぎるなと一人で苦笑いしてしまった。そこで友達がトイレから戻ってきて座ろうとかがんだ。その一瞬、友達の後ろに誰かが立っていた。茶髪のギャルっぽい女の子。普通なら可愛いのかもしれないが、目が白目だったんだ。とっさに目をそらし、もう一度見直したが女の子はもういなかった。さっき言ってた子からメール来てさ。何も気づいてない友達がニコニコしながら言う。この後合流しないかって。呆然としていた俺が、わかったと言おうと口を開きかけたとき。絶対行くな。何人かが同時に叫んだような声だった。はっとして周りを見回すと、女の子3人組男4人組の全員が、無表情でこっちを見ていた。それはほんの一瞬だけで、すぐまたこっちを気にする風でもなく楽しそうに盛り上がり出した。何キョロキョロしてんの？大丈夫か？友達は怪訝そうな顔でこっちを見ている。ああ、大丈夫、と言って平静を装ったが、手の震えが止まらなかった。で、行くだろ？この後。友達が聞いてくる。俺が、彼女から呼び出しが来たから帰ると言うと、そうか、と、残念そうだったがそれ以上は誘ってこなかった。酔いも覚めてしまったので、そろそろ帰ろうと言って席を立った。わあ、パチパチパチ。と、周りの席がなぜか同時に拍手していた。もうそれも気味が悪くて、足早に店を出た。すると友達の携帯が鳴った。あ、メールだ。と携帯を見た友達が変な顔をしている。どうした？と聞くと。ナンパした女からメールなんだけど。これ、意味わかんなくね？と、俺に携帯を見せた。そこには、もう聞けない、とだけ書いてあった。その後、その女とは連絡が取れなくなったそうだ。生きよう探し。ちょっと落ち着いたけど、現在進行形の話。長いけど、まあ聞いてください。俺は過去に二度、女の子を中絶させたことがある。一度目は完全に避妊ミス。17の若かりし頃。二度目は23の時。二年ほど付き合った彼女なんだけど、俺は結婚を意識してた。子供できてもいいやとか思って、結婚の約束をしたわけでもないのに思いっきり中に出してた。拒否しないから彼女もオッケーなんだと思ってた。案の定、彼女は妊娠し、俺はそれをきっかけに結婚してくれと言った。もちろんオッケー。だと思っていたら、なんと親から持ちかけられた縁談が断れないからと、逆に別れ話をされてしまった。なぜ縁談が断れないかというのは話すと長くなるので割愛する。要は家の事情。制約結婚というわけではないがそんな感じ。じゃあ赤ん坊はどうすんのって話だ。俺は子供が本当に楽しみだった。俺一人で育てるから産んでくれと説得したが、最後には向こうの両親まで出てきて、今から結婚するのに他の男の子供がいてどうすると言われ、散々の抵抗も虚しく赤ん坊は降ろされてしまった。17の時にはぶっちゃけ、ああ、めんどくせ。とか思っていた俺だが、その時は涙をこらえられなかった。この時、17の時のことを6年もしてから本当の意味で後悔した。それから俺は妙な体調不良に悩まされ始めた。肩が重く、
食欲もない。寝ても思い出せない怖い夢を見て飛び起きる。病院に行っても原因不明。俺はあんなことの後だからストレスなんだろうと思っていた。時期に忘れ、体調も治ると。しかし、体調は日に日に悪くなり、メンタルクリニックなどにも通ったが、とうとう仕事を休職する羽目になってしまった。それからは実家に戻り、家の手伝いをしてしばらく親に食わしてもらっていたが、体調は相変わらずだった。68キロあった体重が2ヶ月で52キロまで落ちた。病院に行ってもやっぱり原因不明。メンタルクリニックももう行っても無駄だと思った。それからしばらくして、俺は法事に顔を出した。親戚は俺の代わりように驚き心配の声をかけてくれた。法事も終わり帰りがけに、親族の一人が俺に声をかけてきた。話聞いたよ。おばちゃんね、霊媒師の人知ってるから紹介してあげようか？何言ってんだこの人と思ったが、治る可能性があるならと思い直し、後日連絡を取り紹介してもらうこととなった。その霊媒師曰く、水子の霊がついてます。ショックだった。確かに二人も降ろしてる。俺は子供を降ろした話をこの人にはしていない。俺はすがるような思いでその人に除霊をお願いした。すると、除霊はしますが、それは水子の霊を供養することに他ならない。あなたの今の体調不良は、言うなれば疫病の影響なのです。詳しく聞くと、水子の霊はついている。が、その霊は俺にとって害になる霊ではないという。その霊に影響する、俺の後悔の念、そしてまた別の人の後悔の念が重なり合い、今の状態になっているとのことだった。そして、俺以外で後悔している人間も同じように疲れているはずだと。水子の供養はそこでやってもらった。結構あっけなかったが、本当に心の底から手を合わせた。ちょっと涙が出た。半泣きの俺を見て霊媒師が、その涙があなたを苦しめる原因なのです。と言った。俺以外に後悔している人間、それは17の頃か23の頃の彼女、どちらかしかいない。でもやっぱり結婚を断られた彼女の方な気がした。俺は数ヶ月ぶりに彼女に連絡し、会う約束を取り付けた。彼女は変わり果てた俺を見て驚いていた。俺は彼女に霊媒師の話をして、心当たりはないかと尋ねた。しかし、彼女はわからないという。俺は後悔の念について問いただした。子供のことを後悔しているんならやめろと。まあ、それも変な話だが。しかし、彼女は新しい結婚生活も順風満帆で幸せな毎日を送っているそうだ。子供のことはかわいそうに思っているが、特に強烈に後悔しているわけでもない。俺はなんか惨めな気持ちになり、その日は話を終えるとすぐに別れた。残るはもう一人の彼女、17の時の彼女だ。だが、何せ6年も前に別れたっきりで、連絡先を覚えていない。俺は特に仲がいいわけでもない昔の知り合いに片っ端から電話して、彼女の連絡先を調べた。するとある女の子が、ああ、まるまるちゃんの友達の子でしょ？まるまるちゃん聞けばわかるよ。という。やった、見つかった。じゃあちょっと聞いてもらいたいんだけどというと。え、でもその子って。と、口ごもる。どうしたのと聞くと。亡くなったんじゃなかったっけ？はあ？え、だってまるまるくんが。ちょっと待って、どういうこと？散々言いしぶられた末に聞き出したのは、信じられない話だった。俺は彼女が子供を降ろしてから、彼女が退院しないうちに別れた。もともと大して好きではなかったのと、やはり妊娠騒動でうんざりしたことがあり、さらにその頃俺と付き合いたいという可愛い女がいたためだ。こうやって改めて言うと本当に自分が嫌になるが。その後、共通の友達もいなかった彼女の噂を聞くことはなかったのだが、なんと彼女はその堕胎が原因で1ヶ月後くらいに亡くなってしまっていたというのだ。
にわかには信じがたかった。やはり連絡しないといけない。俺は昔の知り合いに聞いた連絡先に電話を入れて、彼女の両親と会うことになった。両親から聞いた話は電話で知り合いに聞いた話そのままだった。俺はなんてことを。俺は両親の前で土下座して謝った。父親は何も言わなかったが、母親が口を開き、こう言った。謝ってもらっても娘は帰ってこないのよ。法律的にはあなたには罪はないしね。でも、そういう問題じゃありません、と俺が言うと。そうよ。娘を殺したのはあなただと私は思ってます。一生後悔して生きてね。俺は血の気が引いた。そして確信した。きっと生きようというのはこの人なのだろう。俺は呪われているんだ。罵倒され、殴られる方がずっと良かった。体調不良は今でも続いている。前述の怖い夢も。霊媒師のところには今でも行っており、いろいろ相談に乗ってもらっている。俺の後悔の念が消えれば、向こうの両親の生きように干渉されることもない、早く忘れて前を向くことだ、と、言われている。そのため、禅寺にも通って座禅を組んだりしている。でも忘れるってどういうことなんだろうか。子供を下ろしたってどうってことないぜと思っていた頃に戻ればいいんだろうか。最近俺の本棚には仏教関連の本がいっぱい並んでいる。最後に、彼女の両親に会った後、霊媒師に相談した時の会話。お母さんに許してもらえればいいんじゃないでしょうか。俺毎日でも謝りに行こうと思ってるんですが。ダメです。もうお母さんには会ってはダメ。あなたにまとわりついていた後悔の念は、はっきりとあなたへの憎悪となっています。ある種の呪いになろうとしている。もう、夢も思い出せるはず。そう。俺は毎晩のように見るおぼろげだが強烈な悪夢を思い出せそうになっていた。血みどろの部屋で泣きわめく中年女性。多分あの女性の顔は、彼女のお母さんなんだろう。東京。まさかこんなことになるとは思ってなかった。気が動転している。もしかしたら俺自身がオカルトなのかもしれない。俺の家族はほとんどが見える系で、俺だけ特異的に見えない。弟も妹もいとこも見えるのに、俺だけ見えないんだ。それで、家族内では拾われてきた子だとかからかわれるんだが、不気味なのを目にしないでいいってんで両親は喜んでいた。詳しくはわからないが、俺の祖先はある大名に仕えていた武士らしく、ある戦の最中に、不意打ちの形で殺した相手の武士に、死人の苦しみを見せられるっていう呪いをかけられたそうだ。これも、子供の頃母親が布団の中で聞かせてくれる類の話で、昔の俺は信じてなかった。俺見えないしと言うと、お前で呪いが解けたって冗談のように両親が話していた記憶がある。だけど、学校に通いながら一人暮らしを始めてみて、体調が悪くなるようになった。夜寝られなくなる、足音を聞くようになる、朝目が覚めると寝た気がしない。でも元気は有り余り、調子は絶好調だった。睡眠を必要としないようなありさまだったと思う。だが気味の悪い悪夢を見るようになると、俺は精神的に病んだ。悪夢は、その殺された武士の夢で、念仏を唱えながら寝ている子供の枕元を歩き、一人一人の顔を覗きながら、お前か、お前かと言って回る夢だ。あまりに気味が悪く、理由をつけ一時期実家に帰ると悪夢は見なくなり、学校へ行くとまた見る。うつ病や精神的な病かと思ったが、何度病院に行っても異常は見当たらず、医者は毎回睡眠薬を勧めるだけだった。実家に帰る回数が多くなり、後日探しに困り始めた頃、相談していた友達からとある寺を紹介された。その寺は独特の考えを持った宗派で、友達はGoogle先生で調べたと言っていた。その頃には、
もはや一週間寝ないでも眠くならず、いくら働いても疲れないという状況だったため、悪夢はもう大した問題ではなく、ある意味超人的な力に目覚めたのではと俺は自分に陶酔していた。だが、ふと眠くなり授業中に居眠りをしたとき、その武士が一人の子供をまじまじと見ている場面を見た。やばいことに気づいた。あれは俺だ。俺はレンタカーを借り、二日かけてその寺へ向かった。丸一日通して運転しても眠くならず、何も食べなくても空腹を感じなかった。俺は狂ったようにその寺へ、一刻も早く到着したかった。山道を登り、かなりの石段を駆け上がっても疲れなかった。寺に着き、とりあえず人を呼び事情を説明すると、本堂に通された。嫌な感じがした。ずっと前、水郷で教会に行った時も感じた、体温の生暖かさを感じるのに背筋が震え、視界がぶれ、一気に左右に引き伸ばされるような感じだった。和尚らしき人が入ってきて俺に声をかけるまで、俺はぼーっとしていた。二三問答をして、自分の症状を話すと、和尚は神妙な顔つきになり俺の目を睨んだ。俺は蛇に睨まれたカエルのように縮こまりながらも視線をそらさなかった。数分の間を置いて、和尚は話し始めた。まず、肉体とは魂の入れ物であり、その二つが同調して初めて精神や心のような機能が動き出す、という話。まるでゲームのハードウェアとソフトウェアのような話だった。規格外の魂だと、肉体は受け入れるものの同調は低く抑えられる。鏡を見て、自分が自分でないように見える、男なのに自分を女と思い込む、可愛いと、かっこいいと思い込む、好きなのにできない、嫌いなのに得意、何が嫌い何が好き、それらが魂と肉体の同調のズレから生じるという話だった。なお前述の通り独特な考えを持つ寺であるため、一般的な仏教思想と同様の考えであるかどうかは知らない。俺の現状を要約すると、今俺の体には二つの魂が存在しているらしい。どうやら俺の体は霊媒体質らしく、どこかの霊を引き寄せたらしい。それもかなりの昔から。それは、どうやら長い年月を経て俺の体を侵食しており、最近の調子の悪さ、かっこ実際は良さだが、は、今まで肉体と同調していなかった魂が表面に現れようとしているため、魂、かっこ昭和意識といった、にかかる負担が半減され元々の魂が知覚できていない。このままだと自分の肉体の消耗を実感できず体に害がある。と、一気に話した。俺は理解できず、痛覚がないから肉体の限界に気づけないのと同じですか?と聞くと、和尚は首を縦に振った。ただ、お祓いする危険性があるかというとそうでもありません。払ったからといって何か変わるものでもありませんし。そのもう一つの魂もかなり肉体と同調しています。おそらくは血縁者の方でしょう。そのうちあなたの魂に取り込まれます。とにかく、このまま放っておいても特に害はありません。そう言って付け足した。あなたが調子に乗って無理をしようとしなければですが。俺は黙って、間を置いて夢の話をした。和尚は静かに聞いていたが、じっと見つめられていた子供が自分に見えたと聞くと、静かに目を閉じた。私はおすすめしませんが、必要だと言われるなら。と、静かに言った。俺は悪夢を見なくなるならと、お祓いをお願いした。そうしてその後お祓いが始まったわけだ。お祓いの儀式というのには簡単すぎる、塩水をかぶり、焚き火に当たりながら無心になる。というものだった。おそらく本来はお祓いという名の儀式ではないのだろうが、和尚は無教養な人間にもわかりやすいようにそう言ってくれたのだろうと、俺でも想像できた。儀式が済んだ後、和尚は夢見心地の俺に近づき、もしや、あなたの家系は見える人が多いのでは?と聞いてきた。俺はただうなずいた。でしょうね。産み落とされた肉体と魂が同じものであれば、
やはりそれは遺伝するものです。実はこれは少し昔の話だ。儀式をしてもらって悪夢は見なくなった。その程度ならもちろん、これならシャレコアに投稿するレベルじゃない。後日談がある。俺はその話を聞き、言い伝えが本当か気になった。実家に帰った時、祖父に相談し蔵を開けてもらい家系図を探した。すると、家系図と同じ箱に入っていた封の切られていない巻物があった。俺はそれを無断で持ち出し、大学の先生に見てもらうことにした。だがしかし、到来した不景気の中就職活動に必死になり、すっかりその巻物のことを忘れ去っていた。俺も無事社会人となりハードな新人生活を送っていたある日、ふとしたきっかけでその巻物のことを思い出した。研究室に顔を出し、先生に受け取りに来たことを伝えると、残念そうな顔をした先生に一冊のノートと巻物を手渡された。なんと、俺が就職活動と社会人生活に専念している間に、巻物を現代語に訳してノートにまとめてくれていたのだという。これは面白いね。階段の一種かい？先生はそう言って講義に向かった。ファーストフード店のテーブルでコーラ片手にノートをめくる。打ち取った首、領地、戦場。ペラペラとめくると、付箋が貼ってあった。俺の目に飛び込んだのは、我死せども貴様ら子孫の代まで呪いし、何時ら死者の姿を目に映す。我、何時らの子に果てな果てなし。これはが復讐なり。そしてその下に、もしも、呪いを受け継がぬ子が出た場合、殺すべし。それ、果てな果てなまたの生まれ変わりなり。あの夢を思い出して、俺は背筋が寒くなった。俺の中に昔からいた払ってもらった魂がその武士なのかと思い、そして和尚の言葉を思い出した。生み落とされた肉体と魂が同じものであれば、やはりそれは遺伝するものです。肉体と魂が同じでないなら、俺に呪いの遺伝がなくても当然ではないか。なら俺が払ってもらったものは？俺は一体誰だ？今書き込んでる。俺は一体誰だ？山ばあちゃん。2023年9月23日。長くなるけど、ここで吐き出させてほしい。まずは小学生の時に体験した話。実家は結構な田舎で公園とかもなかったから、だいたい学校が終わったら友達と集まって山とか神社で遊んでた。よく遊んでた山は目印通りに登れば子供でも頂上まで行けるくらいのもんで、そこには開けた場所に小さな祠がある。イノシシとかもいるから、目印から外れた道に入らないようにいつも言われてたんだけど、反対側に降りたら何があるんだろうっていつも気になってた。夏休みに入ってから、友達といつもの山に行くと嘘をついて一人で出かけた。頂上に着いて、降りられそうな場所を探してたら、祠の裏側あたりに崩れて文字が読めなくなった木の看板みたいなのがあって、その奥に通れそうな道があったからそこから降りてみることにした。初めて通る道が楽しくて何も考えずに進んでたら、しばらく降りた先に集落みたいなのを見つけた。こんなとこに人住んでるんだって思ったぐらいで、何も気にせず通り過ぎようとしたけど、近づくにつれて人の気配がないことに気づいて、空き家だったら秘密基地にできるとか思いながら探検することにした。何軒か回って予想通り空き家だったけど、食器とかそのままで、最近まで誰か住んでたような生活感があった。うろうろしてたら、一番奥に他より少し大きい家があったから、気になって入ってみた。思ってたより広くて割と綺麗だったから、ちょっと休憩しようと思って、今っぽいところでおやつ広げてたら、人の声が聞こえてきた。誰かいる。バレたら怒られるって慌ててゆっくり荷物しまって逃げようとしたら、襖の奥から、誰か来たの？って、声かけられた。
ここにいるのはバレてるし、正直に謝ってもう帰ろうと思って、お邪魔しますって言ってから襖開けたら、布団で横になってるおばあちゃんがいた。おばあちゃんはニコニコしながら、人が来るのは久しぶりだ。どこから来たの？と。俺は探検に来たということを正直に話し、勝手に家に入ったことを謝った。するとおばあちゃんが、よくここまで来れたねえ。怒ってないよ。なんて言うから、申し訳なさもあって最初は気まずかったんだけど、楽しそうに話を聞いてくれるからだんだん嬉しくなってしばらくおばあちゃんと話してた。一人で暮らしてて寂しいからたまに遊びに来てほしいって言われて、もともとおばあちゃんっ子だったこともあって、また明日遊びに来るって伝えて持ってきたおやつ渡してその日は家に帰った。ここからはこの山で会ったおばあちゃんのことは山ばあちゃんとする。今思うと不思議だけど、初めて行った山ばあちゃんのところからは道も間違えずにすんなり帰れたし、次の日以降も迷わなかった。家族には怒られると思って内緒にしたまま、夏休みの間は何度かそこに遊びに行った。友達を連れて行こうかとも思ったけど、誰かに話されたらバレるなと思っていつも一人だった。山ばあちゃんは足が悪いから、家族が町に引っ越す時に置いていかれて、それから誰も会いに来てくれなくてずっと一人だったらしく、遊びに行くといつも嬉しそうだった。ある日、帰りが遅くなって心配した親が友達の家に電話したことがきっかけで、一人で山に行ってることがバレた。家に帰ったらものすごく怒られた上にどこまで行ったのか問い詰められて、正直に全部話した。そしたらその話を聞いたうちの祖母が青ざめた顔で手を引っ張って、慌てて軽トラに乗せられたかと思うと近くのお寺に連れてかれた。何を聞いても無視されて、お寺に着くなり住職と少し話した後、お祓いみたいなことをするって言われてわけもわからず言われた通りにした。終わってから少し待ってるように言われて、戻ってきた住職にお守りを首からかけられて、肌身離さず持つように言われた。何が起こってるのかわからないまま帰り道でもいろいろ質問したけど、何も知らんでええって、結局教えてもらえなかった。それからは勝手に山に行かないように、親が仕事に行っている間はうちの祖母の畑仕事について行ったりして、友達と遊ぶこともできなかった。もともと人口自体少なかったし話がすぐ広がることもあってか、夏休み明けには親からもう遊ぶなって言われたからと友達にも避けられた結果、不登校になり結局そのまま引きこもり続けて、家族ともろくに話さず、中学も高校も行けなかった。その間にうちの祖母も病気で亡くなってしまい、当時ネットで調べたりしたけど何も出てこないし、また山に登る気にはなれなくてあれ以来行ってない。だんだん実家にいるのも嫌になり、県外に引っ越してなんとかアルバイトしながら生活してた。ここから最近の話。お守りはずっと持ってたんだけど、去年紐がちぎれてどこかに落としてなくしてしまった。ボロボロになってたし仕方ないかと思って気にしてなかった。そしたら落とした日から毎日、あの山の集落の夢を見るようになった。夢の中の山ばあちゃんはだんだん元気になっていって、何週間か経った頃には悪かった足も治って畑仕事してた。最初はただの夢だし気にしてなかったけど、山ばあちゃんが元気になるほど自分は体調崩すことが増えていった。おかしいと思いながらも、ストレスかなんかだろうと特に気にせず過ごしてたんだけど、いよいよ高熱が続くようになって病院に行った。そのままよくわからんまま何日か入院して家に帰った。そんなわけでバイトはまともに行けないから辞めざるを得なくなった。また引きこもりになってしまったわけだけど、相変わらず夢だけは毎日見た。そしたら最後に見た夢で、山ばあちゃんが寝てた布団で自分が横になってて、足が動かなくなってた。山ばあちゃんはどこにもいなかった。うなされて目が覚めて起き上がろうとしたら、現実の自分の足も動かない。めちゃくちゃ焦って怖くなって、横になったままいろいろ考えてたんだけど、
どうしようもないから救急車呼んだ。病院でいろいろ検査したけど、結局原因はわからないまま入院することになった。1ヶ月近く経っても足は動かないから、長くなりそうってことで地元の病院に転院することになり、親に連絡して一人暮らししてたアパート引き払って地元に帰ることになった。今は退院して、なんとかリハビリしながら家の中で多少動く分にはどうにかなるようになった。あんなに嫌で県外にまで引っ越したのに、結局実家で引きこもりニートしてて笑えない。お守りなくしたことや夢のことも親に話したけど、またお祓い連れてかれただけで、未だに何も教えてもらえてない。あんなものを見つけてしまうからって、親が話してるのが聞こえたけど、多分山ばあちゃんのいた集落の話だろうなってくらいで、この足じゃとても山に登るなんて無理だし確認しようがない。一生このままなんだろうかとか、自分も山ばあちゃんみたいにあの集落で一人ぼっちになるんじゃないかとか、いろいろ考えちゃって本当に怖い。人形と冥王。死ぬほど怖いってほどでもないんだけど、実体験。まあ実は俺自身は死にかけたんだけどね。俺は実家住まい。俺の部屋は2階にあるのよ。で、それが増築で無理があったからか、工事したのが腕の悪い業者だったからかわからんけど、結構階段の角度が急なのね。まあそれでも普段は特に問題なく上り下りしてるんだけど。俺が中2だった頃の、ある日の朝のこと。寝起きでぼんやりとはしてたけどまあそんなのはいつものことで、いつも通り急な階段を降りようとしていたら、階段から落ちちゃったのよ。それも頭から。足踏み外すとかじゃなくて頭から落ちた。なんでそんな落ち方になったかっていうと、何かに後ろから押されたような感じだったんだ。もちろんそんなことする人間がうちにいるわけがない。で、鼻血ダクダクだし、落ちたところの廊下は割れてへこんでるくらいの落ち方だったんで、親が救急車呼んでくれてすぐに病院行きってことになった。案の定、鼻の骨が折れててさ。で顔の右頬のところも内出血で腫れてて、2週間くらい入院ってことになったんだ。まあ医者には、鼻の骨は元の位置に戻したら自然に戻るから、とか言われて。2週間病室で過ごしてたんだけど、不思議なことに、一向に頬の腫れが引かないのね。で、レントゲンとか触診とか医者の先生がやってくれるんだけど、内出血も収まってるし、腫れが引いてもいいんだけどなぁ、って首かしげるばかりで。腫れが全然引かない理由については先生たちも皆目見当がつかないって感じだった。それでさすがに親もおかしいと思って、霊視とかお祓いとかやってくれる人に相談してみたのね。いわゆる霊能力者って人かな？そしたらその人がとんでもないことを言うわけ。うちの家の床の間に飾ってある日本人形の、俺の患部と同じところに悪い霊が入ってて、そいつが霊障を起こしてるんだと。そいつを除霊するには80数個のお守りを用意して、90数日間供養しないと払えない。でもまあそれは大変だから、川に流しちゃいなさいって。流すのも、俺や父親はそういう悪いものを背負いやすいたちだから、お母さんが流しなさいと。で、俺自身はその人のところでお払いしてもらうことになって、退院をその人の家に行ったんだよ。あ、退院については結局、顔の腫れは命に別状はないですし、鼻の骨が大型治癒してるから大丈夫でしょう、ってことで、予定通り2週間で退院。で、その人、俺の顔を見るなり、ああ、ついてるねえ、っていうわけ。こっちとしては、これからお経を読んでくれたり、神主が持ってる紙のついた棒なんかでお祓いされるのかと思ってたんだけど、その人、横にあったポケットティッシュを1枚引き抜いてその手で綺麗に畳んで、俺の腫れた方をそのティッシュですっと撫でたんだ。これで大丈夫。で、これでお祓い終了。本当にそれだけだった。で、帰宅して母親がその人に言われた通りに、
その人形を近くの川に流しに行ったんだけど、その時見た人形の顔つきが、昔から見慣れてる人形のはずなのに、なぜか違って見えた。なんというか、目が若干つり上がって睨みつけるような感じだった。気のせいかもしれんけど。母親自身は何事もなく川に人形を流して帰ってきて、これでやることは全部やったと。こんなので大丈夫なのかなとその日は思ったんだけどね。そしたら二日後には完全に腫れがなくなってるの。前述の通り医者も首をかしげるくらい長引いた。本当にひどい腫れ方だったのに。ちなみに他には、九段の床の間に飾ってある不動明王の人形、という画像が、夜中に勝手に少し動いてる、ということもあった。日本人形でも怖いのに不動明王と来たらそのインパクトたるや。それについては、同じ霊能力者さんが言うには、いい霊が入ってて、家を守護してくれてるから大丈夫。落ち着いたら動かなくなる。とのことで、本当に数ヶ月したら動かなくなった。霊能力者の言う良い霊ってのが、不動明王の体を借りて人知れずうちの家を守ってくれてたのかね。正直なところ、今でもオカルトものはいまいち信じてないけれど、この実体験だけはどうしようもなく事実だから否定できない。さっきも書いたけど、その霊能力者曰く俺自身は悪いものを背負いやすい立ちらしいけど、そういったものを見たり感じたりしたことは一度もないんだよね。この、階段で誰かに押されたような感じを受けた時以外は、だから当然、ははあそうですか、とはならないんだけど、少しだけオカルトなものに関して、考えさせられる体験だったのは間違いない。探検行こう。俺がまだ学生だった頃、大学の先輩がどこからか怪談話を聞いてきて、得意げにサークル部屋で話していた。その話というのが、60年代か70年代頃、当時うちの大学もいわゆる安保闘争とかいうやつで学生運動が盛んだったのだが、その中の結構な数の一団が、よくあるなんちゃってテロみたいな活動ではなく、何かオカルト的な儀式による革命みたいなのに大真面目にハマっていたらしく、大学の裏山のすでに使われていない建物内で、何らかの儀式をしたらしいという話だった。そしてここからがありがちな話なのだが、儀式の結果、何かを呼び出してしまったようで、学生の何人かがそれを見て発狂、殺人事件にまで発展したと。そして今でもその廃屋にはその時殺された学生や、何かがまだ潜んでいるという、そんなベタな話だった。俺は、落ちそんだけかよと心の中で突っ込み入れながら、確かに大学の裏に小さな山がある、そこの大部分は森というかやぶだが、そもそもあそこに建物なんてあったっけ？あれば気づくよなぁなどと考えていると、先輩が突然、今日の夜その建物探しに行こうぜ。と、わけのわからないことを言い出した。その時部屋にいたのは俺と先輩、そして俺と同じ1年の T と M だったのだが、ノリノリなのは明らかに先輩だけで、俺と T と M は、マジかぁ、と、顔を見合わせた。さっきまでいた他の先輩たちはいつの間にかいなくなっている。多分、いろいろ察して逃げたのだろう。実際この先輩、普段から面倒見がよくすごくいい人で周囲の評判もよく友達も多いのだが、なんというかやたらこの手の話に騙されやすい上に無駄に行動力があって、いい人ゆえに俺たちは断れず何度か先輩の、この手の探検に付き合わされたことがあった。その夜、俺たちは結局先輩の探検に付き合いその建物を探すことになった。季節は夏。山の中に入れば当然ヤブカとかがいっぱいいるし、夏なのでやたら暑い。要するに山の中を歩き回れば蚊に刺されまくるし無駄に汗だくになるということだ。俺はぶっちゃけ、建物は見つからず朝まで山の中を歩き回ることになるんだろうなと、覚悟を決めていた。やたらハイテンションな先輩、そしてこの後の展開を考えていろいろと重苦しい雰囲気の俺と T と M は、
大学の裏道から雑草が生い茂り、明らかに何年も人が入っていない山道を進んでいった。山道に入り40分ほど歩いた時だろうか。なんと意外とあっさりコンクリートでできた小さな資材置き場のような建物を見つけた。俺と T と M は意外と早く見つかったことにほっとし、どうも先輩もこんなにあっさり見つかると思っていなかったらしく、さらにテンションが高くなっている。ぶっちゃけて言うと、建物があったが実際問題ここが目的の場所かどうかなんてわからない。わからないのだが、次を探そうなどと言われたらたまらない俺はそのことは黙っていた。俺と T と先輩が近づいて中の様子を探ろうとすると、急に M が真顔で、ちょっと待った。と、俺たちを小声で呼び止めた。M は三人に姿勢を低くするように言うと、あそこに誰かいるぞ。と、建物の窓を指さしている。俺たちはその方向を見てみた。明かりもついていないので気づかなかったが、窓のところにはっきりと人影が映っている。髪型からして女性だろうか。この時になって、俺は昼間の先輩の怪談話が頭をよぎった。いや、まさかね。そうは思ったが、背筋が寒くなり暑さとは違う嫌な汗が体から吹き出てくる。俺だけでなく T と M も多分同じように感じていたのだと思う。二人とも一言も言葉を発さずじっとしていたのだが、先輩だけは違った。先輩は、人がいるなら噂が本当か聞いてみね。と、とんでもないことを言い出したのだ。俺は唖然として、この人はものすごく勇気があるか、それともありえないくらいバカなのかと、真剣に先輩の頭を疑った。真夜中に真っ暗な廃屋内で何かをしている人影、怪しいにも程がある。人だったとしてもとてもまともな人とは思えない。そんな怪しい人物に自分から関わろうなどと普通は思わないだろう。まあ、よく考えると、こんな真夜中に男4人で山の中をうろうろしている俺たちが人のこと言えた立場ではないのだが、とにかく先輩を思いとどまらせないといけないと感じた俺たちは、思いつく限りいろいろなことを言って先輩を踏みとどまらせようとした。が、その会話の声が少し大きすぎたのかもしれない。ふと気づくと、窓のところの人影がいなくなっていることに T が気がついた。俺たち4人があたりをキョロキョロしていると、ドアのところに人影が見えた。ビクッとなった俺が思わずその人影に懐中電灯のライトを当てたのだが、その姿は異様としか言いようのない格好で、俺たちは蛇に睨まれたカエルのように身動き一つできなくなってしまった。年齢は50代後半から60代くらいのどこにでもいそうなおばちゃんなのだが、髪の毛はロングでボサボサ、血まみれのエプロンをして右手にでかい包丁、左手に何か、原型をとどめていない血まみれの肉塊を握りしめ、何かブツブツとつぶやきながらものすごい形相でこちらを睨みつけている。おばちゃんはしばらくこちらを睨みつけていたのだが、唐突に悲鳴とも絶叫とも聞こえるような、なんと表現したらいいかわからない凄まじい声で、誰だー。そして早足にこちらに向かってくる。さっきまでノリノリだった先輩もさすがにヤバいと思ったようで、硬直している俺たちに、逃げるぞ。と言うと、俺たちを後ろから追い立てるように走り出した。俺たちが走り出すと、そのおばちゃんもものすごい形相のままこっちを追いかけてきた。走っている最中気づいたのだが、おばちゃんは走りながら何か叫んでいる。内容はほとんど聞き取れないのだが、言葉の節々に、総括、総監、と言っているのだけが判別できた。意味はよくわからない。どれくらい逃げただろうか。大学や民家の明かりが見えるようになった頃、俺はもう追ってきていないんじゃないかと後ろを振り向いた。すると、先輩が必死の形相で走ってはいるが、その後ろには何もいないように見えた。俺は息を切らしながら先輩と T と M に、もう追ってきていないっぽいと途切れ途切れに言うと、そろそろ体力が限界だったこともありその場にへたり込んでしまった。先輩も T も M も同じように座り込むと、先輩が、あれ？幽霊とかじゃなく、人だよな。と、自分に言い聞かせるように聞いてきた。
T が。人なんだろうけど、あれは普通じゃないっすよ。と返した直後、俺たちの座り込んでいる場所の後ろの藪が、ガサッとなり人影が見えた。あのおばちゃんだった。しかもそれだけではない。後ろに少なくともあと4人は人影が見える。おばちゃんは一人ではなかった。おばちゃんは相変わらずの形相でこちらを睨みつけている。さらに後ろの方の人影のうちおっさんっぽい人が喋りかけてきた。君たち、どこまで見てた？危害は加えないからちょっと話をしようか。口調は平和的なのだが、明らかに声は悪意がこもっている。俺たちは本能的に、このままここにいたら殺されると感じ、目くばせすると、先輩がおばちゃんたちの集団に掴んだ砂を投げかけ、それを合図にまた全力で逃げ出した。山の坂道を転げるように走り抜け、大学の校内へ逃げ込むと、M がどこかに電話をし始めた。電話が終わった後に聞くと、警察に電話していたらしく、しばらくするとパトカーがやってきた。警官に事情を話すと、しばらく無線でやり取りをした後詳しく事情を聞きたいということで、俺たちはパトカーに乗って警察署へ行くことになった。警察署内である程度事の成り行きを話したのだが、これで終わりかと思ったら、もう一度詳しく事情を聞くのでもう少しいてほしいという。俺たちは警察署内で朝まで待たされた。そして、朝になると今度はやたらがたいのいい私服警官が二人やってきて、俺たち一人一人にまた詳しく事情を聞いてきた。俺はさすがに不安になり私服警官の一人に、俺たち、なんかやばいことしちゃってんですかと聞くと、警官はにっこり微笑んで。君たちは大丈夫だよ。ちょっと念のために詳しく事情を聞いているだけだから。昼には帰れるよ。と言ってきた。警察官の人が言った通り、俺たちは昼頃には帰っていいことになり、連絡を受けたらしい先輩のゼミの教授が車で迎えに来てくれた。教授にいろいろ聞いてみると、教授も事情はよく知らないらしいが、どうも例の裏山で警察が山狩りをしている最中らしい。先輩が、あの集団は指名手配犯かなんかなんですか？と教授に聞いたが、そのあたりもよく知らないとのことだったが、明らかに大事になっているようだった。その後、俺たちは警察に再度呼ばれることもなく、あの集団にまた出会うこともなく、誰も事情を教えてくれないので詳細もわからずにいたのだが、事件から3ヶ月ほど経った時に少しだけ情報が入ってきた。どうもあの建物、なんかのカルト集団の儀式の場所になっていたらしいということと、警察の捜査の結果のあたりから大量の動物の骨が見つかったらしいということだった。結局それだけで、その後事件らしい事件もなかったが、あの日から一つだけ変化があった。先輩があの一件で懲りたのか、軽はずみに探検行こうとは言わなくなったのだった。変態は払えない。初めてここに書き込みさせていただきます。文章などおかしかったら申し訳ございません。少し長くなります。変な、本当に変な話なんですが、こちらとしましては本当にシャレにならなかった話。私が一人暮らしをしているアパートのお隣の方が少し変わった方でして、具体的に申しますと、風貌はいわゆるオタクの方。もちろんオタクっぽいというだけで変わっていると言っているわけではありません。問題はその性格。いや、性質でしょうか。この方、普通の方よりも少しだけ、あっちの欲がお盛んな方でした。アパートに住む女性には、容姿や年齢関係なくやたらと声をかけていたようで、部屋で一緒に飲みませんか？などはまだ序の口。以前廊下でいきなり声をかけられ、あなたに似合う服があるんだけど、俺の部屋で着てみてくれない？などと言われた時はさすがに困ってしまいました。そんなわけでアパートや近隣の住民、特に女性からは危険人物として顔の知られた方でした。そしてある日、とうとう事件が起こりました。当事者はそのお隣さん。と言っても、
ついに性犯罪に及んだとかそういうわけではなく、自室で首を吊ったんです。当然アパートは大騒ぎになりました。そしてそのお隣さんが亡くなられてから、遺書というか、ご自身の思いの丈を書き綴ったものが見つかったようで、内容としては、自分は一生童貞。だとか、所詮三次元が、とか、自分は二次元に行く。などと書かれていたそうです。もちろん私も実際に見たわけではありませんので話半分に聞いていたわけですが、生前の行動を知っている身としては、不謹慎ながらさもありなんと思ってしまう部分もありました。そんなことよりも、私を含めアパートの女性たちの一番の心配事は、この世に未練を残して命を絶ったお隣さんが、化けて出るんじゃないか、ということ。化けて出るなんてアホらしいとお考えになる方も多いでしょうが、その時の私たちは本気で不安だったんです。そこで私たちは管理人さんにお願いし、その方の部屋とアパートの全ての女性の部屋を霊媒師みたいな方にお清めしてもらいました。オカルトに詳しくないので曖昧な表現ですみません。お清めのおかげか、それから1、2週間ほどは何事もなく平穏な日々が続きました。ところがある日のこと。夕方の6時くらいに部屋の外から泣き声が聞こえる。出てみると、2部屋隣の、小学2年生の女の子が大泣きしていたんです。どうしたん?って聞いてみたら、その子が言うんです。お兄ちゃんが、裸になれって言ってくる。一緒に遊ぼうって手を引っ張る。また変質者でも出たのかと思って、管理人さんに報告して通報してやろうと思ったので、とりあえず、どんな人やったん?と、犯人の風貌を聞いたところ、先日亡くなったお隣さんのことを言うんですよ。ゾッとしました。管理人さんに報告すると、一応様子見、みたいなことになり、アパートのみんなを怖がらせないためにということで、その時は管理人さんに口止めされてしまいました。今考えるとこの対応は甚だ疑問ではありますが、それから2、3日後のことです。アパート住人の50代のご婦人の方から、エレベーターに乗っていると、荒い息遣いの裸の彼に背後に立たれた、との情報が、これじゃあその辺の不審者よりもよっぽど立ちが悪いということで、管理人さんも重い腰を上げてくださることになり、すぐにお払いの依頼。急を要するんです。と無理を言って、明日には来てもらうから、ということに、管理人さんに勧められたこともあり、その日は一日中部屋に引きこもりました。そしてその日の夜中のことです。眠れないのでずっと PC をいじってたんですが、夜中だというのにドアをノックする音が、怖いので最初は無視していたのですが、たびたびノックされ、気になった私はとうとうドアの前まで進んでしまいました。するとドア越しに、はぁ、はぁ、と、荒い息遣い。あまりにも生々しいので、これは霊なんかじゃないのではと考え、恐る恐るドアスコープから外を覗いてみました。誰もいません。でも、息遣いは聞こえるんです。やっぱり幽霊か?やっぱりお隣さんの幽霊か?パニックになった私は震える手で兄に電話。兄は昔からそういう類のものが見えやすい体質らしいのですが、もちろん素人ですので払ったり成仏させたりは期待できません。しかしながら幸い兄も一人暮らしで、私のアパートからそう遠くない場所に住んでおりましたので、深夜の妹からの緊急要請には答えてくれるだろうと思ったのです。お兄、あかん。私もう怖くてあかん。お願いだから来て。すぐ来て。兄を待つ間も続く荒い息遣い。もう怖くて怖くてたまりません。もう耐えられないと思ったその時。バタバタと廊下をかける音。お兄。ドアスコープ越しに兄とおぼしき人影を確認した私はドアの鍵に手をかけました。が。何しとんねん。この単小方形の変態が。ドアスコープからは、廊下の薄明かりの中鬼の形相で肩を震わせる兄の姿。
はっきり言って兄の方が怖い。完全にドアを開けるタイミングを見失う私。しばらくして兄が。もう平気やで。開けてー。ドアを開けると、そこにはいつもと変わらない優しい兄の笑顔がありました。兄の他には誰もいないし、息遣いももう聞こえませんでした。兄を部屋にあげてことの顛末を説明したところ。部屋の中清めても、通路とかには何もしてへんやろうからな。とか。払ったってわけでもないんやろな。などと言っておりました。それにしても、単焦方形って。とにかく怖かったのは事実なのですが、思い出すとなんとも微妙な気分になります。次の日、約束通りアパート全体にお祓いのようなことをしていただけたようで、幸いそれ以降は何もおかしなことは起こらなくなりました。今書いていても本当におかしな話なのですが、当時は本当に怖かったです。ここで吐き出せてようやくすっきりしました。長文多文失礼いたしました。